作る人の暮らしや生活環境を考えた公平な貿易の仕組みをフェアトレードと言います。作る人と消費する人たちとのつながりを大切にするフェアトレードは、世界で今少しずつ広がり始めています。これらのパッケージにちょっと注目してみてください。これは WFTO マーク、フェアトレードによる商品であることを証明するマークです。チョコレートだけでなく、コーヒーや紅茶のフェアトレード商品が売られています。フェアトレードの商品を扱うお店も増えています。フランス発のこのお店は、オーガニックな食品だけでなくフェアトレードの商品も数多く、東京を中心に日本でも店舗を増やしています。こちらの棚に並ぶのは、フェアトレードのカカオ豆を使ったチョコレート。そしてこちら、バナナです。バナナについたこのシール、見たことがある人も多いでしょう。国際的フェアトレードの認証ラベルです。原料から商品になるまで、関わる人の暮らしや自然と環境を守るための基準が守られていることを証明するラベルです。そして食べ物だけでなく、こんなところにもフェアトレードが。このバッグは、今では一般的になった買い物の時のエコバッグ。このマークはオーガニックコットンでできたフェアトレードの商品だということを証明しています。地球に優しいバッグです。買い物に行った時など、商品を手にしてよく見てください。さまざまな認証ラベルは、私たちの身近なところに存在しています。日本のお菓子メーカーもフェアトレードを意識した取り組みを始めています。カカオの国の子どもたちにもやっぱり幸せになってもらわないといけないよね、という考え方で、十分に生活していけるだけの収入をお支払いしてカカオ豆を買う、あるいは現地の子どもたちがきちん学校に行って生活ができるような環境のカカオ豆を購入するということを決めまして、管理されたカカオ原料を購入することにしております。お菓子を食べる人ももちろん幸せになるけれども、お菓子を作る人も幸せになって、地球も幸せという、そういった取り組みにしていかなくてはいけないというふうに考えています。森永製菓では、2025年までにチョコレートの原料となるカカオ豆を全てフェアトレードのカカオ豆に変えるという目標を掲げています。